ここのところお互い忙しかったからね。うちのプロジェクト悪いも何も絶望的。今すぐ沖縄にでも飛びたいくらい。知らなかったの？最初はみんなそう思ったわ。でもリテイクの回数は決めてなかったの？決めてたらこんなことになってないわよ。私が企画を受け取った時にはすでにこの条件で契約が結ばれてた。ええ、それも大きな負担になってるわ。やっちゃいけないことを全部やってる感じよ。リリースを伸ばすか仕様を変更するかどちらかにしないと大事故につながりかねないでしょ。でも無理、もう私の力ではどうしようもないところまで来てしまってるわ。心配かけてごめん。だけどもう仕方ないの。そうね、ありがとう。そんなこと言ってくれるのもうあなただけですから。先ほども申し上げました通り、このまま根本的な解決をしない。一度走り出したら止めることはできない。うちがしているのはそういう商売だ。でなのにそこから頑張れない。